任意の外形、航空軍、ピアース基地にてまた筒式燃焼器の内側が赤く塗られた、二位のカッタウェイモデル。圧縮機構は、単一回転盤の両面に配置され、その後に冷却、中気用の副圧縮機、続いて、スラストベアリング、ボールジョイント、タービン部の順二位は、1940年代、イギリスのロールスロイスが製造した、代表的な延伸圧縮式。 ターボジェットエンジン。任意は、ウェランド、ダーウェントに続き、ロールス・ロイスが3番目に実用化した、延伸圧縮式、ターボジェットエンジンで、前作ダーウェントの開発で得られた知見を活用して、設計着手からわずか5ヶ月の1944年8月27日に、初ヒーレにこぎつけ、出現当時世界最強級の推力と、高信頼性を発揮したが、 第二次世界大戦には間に合わなかった。ウェランド、ダーウェントの原型であるローバーの W2 倍と、ト23と W2 倍と、二26の形式名の頭文字 B はローバー由来の工場所在地バーノルズウィックを表すものだったが爆撃機の B と紛らわしいので二二個 B の前にロールスロイスの頭文字 R を加えた RB に改められた。この形式名名法は 現在に至るまで、ロールス・ロイスのターボジェットエンジンに連綿と受け継がれている。なお、これらのほとんどに、イングランドを流れる、河川名の愛称が別途与えられている理由については、ウェランドの項を参照されたい。フランク・ホイットルの基本ゲーアウトを継承し、看板圧縮機の両面に、インペラとガイドベーンを配置する、側面吸入方式を取りつつも、原設計に残る、試作色を廃止。 またホイットルへの特許料支払いを回避するために、航空機レシプロエンジニー用機械式下級機の専門家だったスタンリー・フカーラのチームの手で、白紙状態から設計し直されたものが2位である。ホイットルが固執していた、蒸発間式機械器、反転型燃焼器、外部水冷タービンなどが排除された一方、同社のレシプロ用下級機で実績のあった、可変式ガイドベーンの導入によって、効率、 安定性ともに、格段の向上を見た。ホイットルの W1X に独自改良を加えて、I-40 に発展させていた、ゼネラルエレクトリックからも、ボールジョイントによる分割式主軸やタービン等に、関する技術供用を受け、開発は短期間に進められた。グロスターミーティア搭載用に、縮小版のダーウェント語が製作され、ミーティアの他にも広く用いられた。 またアフターバーナー装備のーン改良型は、K と名付けられ、これらンシリーズは、航空機用延伸圧縮式、ターボジェットエンジンの長尾を飾った。またーンで経験を積んだ、複闘式燃焼機と、クーレータービン機構は、後の軸流式ターボジェットエンジン、A ボンにも流用された。ーンは、A 軍機ホーカーシーホークや、スーパーマリンアタッカーに採用されただけでなく、 ベイテイラータービンで J42 として、続いて、プラットホイットニーで、水噴射総受付の改良型が J48 として、ライセンス生産され、アメリカ海軍のグラマン海球海シリーズ等に、搭載された。また、フランス空軍をはじめ、オーストラリア空軍のデハビランド DH-100 ァンパイアや、カナダ空軍のカナディア T-33 用としても、現地で、ライセンス生産され、 これらの国々にターボジェットの基本技術をもたらした。さらに戦後発足したアトリー労働党政権によってソ連にニーン35機とダーウェントマーク V25 機が供与されたが早速デッドコピーされダーウェント後は RD-500 にニーンは同 RD-45 に化け、さらに RD-45 の発展型 VK1 は ミグマイナス -15 戦闘機やミグマイナス -17 初期型に搭載されて、皮肉にも西側に対し大きな脅威を与えた。朝鮮戦争で退治した海9回とミグマイナス -15 は同じ任意のコピーを搭載して戦ったのである。VK1 はアフターバーナー付きの VK1F に発展し、VK1F はミグマイナス -17 回以降に搭載された。また、 ソ連の友好国の中華人民共和国では VK1F のコピー品であるウズフン5型の製造が無許可で続けられ中国版ミグ -17 である J-5 系列に搭載された。このためロールスロイスは中ソ両国政府に対し過去に遡ってライセンス料の支払いを求める訴訟をロンドンで提起したが無視されたままに終わっている。 BOAC 所属の総発中型レシプロ旅客機、ビッカース VC-1 バイキングの1機は、総発とも任意に換装されて、世界初の純ジェット推進旅客機になり、1948年4月6日の真空以降半年間にわたって、試験飛行を重ね、デハビランド DH-106 コメット実用化のためのデータを収集した。ありがとうございます。